ニコラ・ミニャール1668年3月20日はフランスの画家である宗教画、神話の場面、肖像画を描いた。生涯の仕事の大半はアビニョンの宗教施設の装飾画の制作であったが、裁判年にはパリで宮廷画家となった。フランス北部、オーブ県のトロワで生まれた。父親のピエールも画家で父親と同盟の弟、ピエール・ミニャールと ピエールも画家となった。ありがとうございます。